どうも、よけがわです。よろしくお願いします。野球のカードを開けてます。セパ交流戦2023横浜 DeNA ベイスターズ優勝。いやー、おめでとうございます。嬉しいですね。交流戦の優勝チームというところにね、名前が刻まれましたね、DeNA。まあもちろん、欲を言えば、最後の日ハム戦ね、あそこで勝って、優勝を決めて欲しかったなという思いもあるんですが、まあとはいえね、戦った相手が佐々木朗希、山下俊平太、加藤貴之、高橋光成と手強いねピッチャーと当たりながらもしっかりと勝ち続けて優勝っていう結果がついてきたわけですからね、本当に大きな意味、大きな価値のある交流戦だったと思います。まあ次はね、また秋にリーグ優勝で日本一で喜びたいなぁと思っておりますので、その日まで応援いたします。頑張ってください、ベイスターズ。はい、スタマンもおめでとう。よかったよ、交流戦おめでとうね。はい、ということで今回の開封なんですが、こちらのカードの開封をさせていただこうかなと思います。キラーン。はい、 BBM2019 横浜 DeNA ベイスターズ70周年ベースボールカード、こちら開けていこうと思います。BBM2019 ということで、ちょっと前の商品ですね。令和元年ですね、これね。この年ベイスターズは球団創立70周年を迎えたアニバーサリーイヤーでした、まあ、それに合わせて発売されたホイールズベイスターズの70年の歴史をカードで振り返るという商品です。以前マリーンズヒストリーっていうボックスを開封した動画上げてるんですけれども、まだヒストリーというシリーズになる前の商品で、内容としてはまあほぼ同じような感じになります。歴代の OB 選手が主役のボックス、まあ、そして一部、2019年当時の現役選手も収録されております。とはいえこの中で現在もベイスターズのユニフォームを着ているのは、5名ですかね。4年も経つとね、チームもいろいろ変わりますね。まあ、そんな当時の現役選手、それからホエールズ時代の選手、98年優勝メンバーたくさん出てきます。振り返っていきましょう。忘れちゃいけないのはスペシャルインサートカード、直筆サインカードであります。このボックス直筆サインは1枚確定。最近つくづくサイン確定のありがたさを感じますね。身に染みますね。今回の開封、もちろんベイスターズの交流戦優勝というのが、趣旨ではあるんですけれども、もう一つあるのは前回のエポック2023 NPB、 あれの傷を癒すためのベイスターズ会という感じでもあります。難航ですね。難航のつもりで買ったという面もあります。さあ、それでは改めて交流戦優勝を祝してベイスターズの球団史振り返っていきましょう。さてさて、こちらのボックスですが、書いてあります通り、このボックスには20パック入り、1パックには5枚入りということで、前回がね、1パック12枚入りの24パックだったんで、なんかそれと比べるとすごいなんか普通の枚数に感じますね。中距離の感じがしますね。まあ、前回が天皇賞春なら、こちらが宝塚記念。ジャスティン・パレスのようなローテーションでカードを開封していきます。楽しみですね。どんなカードが出てくるでしょうか。今日の、この持った感じが薄い。5枚って感じがしますね。今日のファーストカードはこちら、五十嵐さん。早速懐かしい方ですね。ヒゲ魔人ですね。裏側こんな感じ。そうですね、やっぱり佐々木和弘につなぐセットアッパーとして活躍されておりました。中継ぎで3連投3連勝を記録した、珍しいですね。今年三島選手がなんか近いことやってる気もしますけど。はい、ではカード見ていきます。江尻さん、このね、湘南カラー、湘南電車カラーの太陽のユニフォーム。まあ僕は世代ではないんですけれども、やっぱりいいですよね、これもね。あ、こちらもヒゲの方、斉藤明夫さん。今 OB 会長、ベイスターズの OB 会長を務めております。いや、素晴らしい投手でしたね、斉藤明夫さんね。秋山さん、秋山昇さん。お、最後は山崎康明選手出てきましたね。今年はちょっともう負けもね、ついてきちゃってますけど、まあ、もちろんね、チームの勝ち負けにつながる選手ですので頑張ってほしいですね。さあ、
続いて村田修一さん、おー、このユニフォーム、まあ、ベイスターズ随一の和製大砲って感じですからね、楽しみでしたね本当に。村田さんの打席はね、あの YouTube で村田さんと内川さんがハマスタで話してるロッテの公式 YouTube かな、なんか感慨深かったですねあれもね。はい、シピンさん、ライオン丸シピンさんとダイモンさん、まあ、ちょっとホエールズ時代が続くとね難しいところもありますが、金城選手、金城さん首位打者新人王ね、野生的というかその守備もそうですけどバッティングも悪球でもね打ち返すっていう金城さん。最後は伊藤勲さん、伊藤勲さんキャッチャーですね。はい、さあ3パック目、直筆サインは1枚確定、そしてもう一つシリアルカードも入ってると思います。どんなカードが出るでしょうか。はい、筒香嘉智、筒香選手、まあ夢は捨てずに諦めずにメジャーでねまだまだ頑張ってもらいたいんですけども、まあ、横浜での姿ももう一度見たいなとは、まあ、ファンとしては思っております。はい、筒香選手、土井清さん、何かと時代を感じる写真ですね。懐かしい島田直也さん、リリーフピッチャーでした。98年もね活躍されてました。長崎さん、はい、そして光っているのは金城さんだ。金城達彦、球団歴代ベストナイン、はい、こちらのインサートでした。さっき見ましたね、長崎さんもう一度出てきました。ポンセ、スーパーマリオとも呼ばれたポンセのカード、まあ、スケットのバッターの中ではやっぱり代表的な、そうですね、2年連続ベストナインですもんね。はい、そして今年大活躍の東選手です。イニング間でバナナ食べてるの最近やってんのかな、どうなんでしょう。まあ本当に今年の交流戦の優勝の立役者の一人でもありますし、シーズン最後までねローテーション守ってほしいですね、2桁勝ってほしいですね。はい、田村さん、田村さんのサインとか当たってくれると本当に嬉しいんですけどね。最後は鈴木孝則さんですね。車をゲットして鍵を持ってるこの感じがもうちょっと懐かしいというかね、時代を感じる写真ですよね。まあ本当に天才的なバッターでした。2年連続首位打者ベストナイン。一応今回もう一つの遊び方としてここに98年のオーダー並べたいんですよ。最終的にここに1番から、まあ、野手8番までかなずらっと並べると気持ちいいなと思います。はい、おー、倉本さんです。倉本俊彦さん、今確か日本新薬戻ってるんだったかな、まあ、またどこかで、ね、姿を見たい方でもありますね。はい、吉村優希さん、今年もね交流戦のイベントに試合前出られてましたけど、まあ、出てきた時は本当に期待したバッターでしたね。このまだ投げてないですけど、バット投げ、歌舞伎投げって言われた、まあ、あれも含めて本当に絵になる長距離砲でした。あ、白いのは多分サインだな、置いておきましょう。はい、遠藤和彦さん、こちらもね球団史に残る代表するピッチャーですね。6年連続で13勝以上をマーク、名投手の一人。お、そして谷繁さんですね。谷繁さんとかね、まあ当時いろいろベイスターズから出られた選手っていうのはなんかこうね、どういう印象をベイスターズに持ってるのかなって気になるところもあるんですけど、まあ最近はベイスターズのイベントとかも出られてるので。7番キャッチャー、はい、森田さん。森田さんもセットアップ、ダブルストッパーって書いてますね。確かにそういう印象だったかもしれないですね。何かとね苦労されたピッチャーでしたね森田さんもね。はい、高橋茂之さん。あ、そっか、じゃあサインじゃないか、さっきの。あ、これもそうだ、これもそうでした、失礼いたしました。まず先ほど出たのはこの球団史をたどるカードですね。苦悩の70年代、順位もなんかほとんど5位6位ですね。はい、そして今出たのは、黎明期の太陽球団、もっと前の話ですね。高校球児みたいな入場ですもんね、これね。時代感じますね。そうそう、松竹ロビンスと合併して太陽松竹ロビンス。松竹撤退して太陽ホエールズ。まあ、もちろん球団にはこういった歴史があるわけです。順位が6位ばっかりです。こういう時代が多いですね、ベイスターズはね。伊能さんです。この時は現役選手としてのカード、伊能さん。時々解説もされてますね。加藤博和さん、スーパーカートリオの一
人いいですね。明るいキャラクターでファンにも親しまれた加藤さんのカードでした。次です。はい、タイロン・ウッズ、もう最高の助っ人でしたね。だからこそ中日に行った時は寂しかったですね。まあ、当時はね、まだ横浜から助っ人が他球団に移るっていうことの方が多かった時代ですから、まあ、その後ね、ブランコ、ソト、ソーサとかにみんな取ったりしてるんで、まあ、いろいろあります。はい。松岡選手、松岡康介さん、はい。出ました、石井拓郎さん。石井拓郎さんのような選手が出てきてほしいなと思い続けているこの20年ぐらいです。まあ、でも本当コーチとしてね、ベイスターズに戻られた時はね、嬉しかったですね。はい、石井さんも置いておきましょう。山崎さん、ウェールズ、もっと古くて、島田さん、島田源太郎さん。はい。はい、桑原選手。桑原選手、肉離れで離脱しましたけど、ついさっきの球団の更新でもうちょっと走ってて、まあ、肉離れ軽度だったんですかね、早く戻って、で来られて関根選手と 1,2 番になってくれると面白いですよ、ベイスターズこの夏もね。木塚さん、コーチとしても長いですね。木塚さん大好きなピッチャーでした。稲川さん、うん、お、進藤さん、進藤さんの守備をね、なんかもっと見たかったですね。ちょっとこの時まだそんなに試合自体を見れてたわけではないので、まあでも守備の要とかね、8番打者としては下位打線としてはいい選手でしたよね。はい。そして斉藤隆さん、いや、この人のその旧歴というかかっこいいですよね、ほんとね。メジャーでも活躍しました。今は投手コーチ。ではまあ斉藤隆さんを9番として、先発斉藤隆として、まあ、これに関しては楽しんでるのは僕だけかもしれないですけど、はい、まあ、あの優勝記念なんでね、交流戦優勝記念なんで許してくださいな。島田さん、山崎さん、お、すごい写真ですね、これもね。中塚さん、お、なんかフル対応のパックですね、ここ、松岡さんと、最後球団誌としても太陽のカードですね、横浜太陽ホエールズ時代。まあこの時も低迷はしてます。サインカードもね、このOB で言えば98年世代の選手が出てくると嬉しかったりしますし、枚数少ないですけど、この時の現役選手のサインカードも出てきますので、そっちでももちろん嬉しいですね。はい。野村弘樹さん、左腕のエース、まあ、未だにこの21番、左投手、エース、あと、好打者っていう、そのイメージを残しているのはこの野村さんからですよね。吉見さんとか、今永選手もそうですけどね。はい。あ、大ちゃんですね。山下大輔さん。監督もされましたしね。おお、中根さんだ。中根仁さん。そうですね。佐伯さんとの併用ですよね。あ、森田さんとのトレードなのか。近鉄のカラーの選手がベイスターズに入るっていう面白さはね、ありましたよね。で、一応相手が左ピッチャーとします。まあ、佐伯さん出たらもちろん、どちらでも OK なんですけど、球団誌、三原監督の元の初優勝。1960年ですね。98年の時に、38年ぶりの優勝っていう感じでしたけど、その前がこの時。まあ、このあたりもね、ちょっとしっかり読んでね、ホエールズのことも勉強したいと思います。はい。最後は、春さんですね。春敏夫さん。いろんなところでコーチもされてますね。では、ここに春さんが入って、いい感じに揃ってきました。続いては、長田さん。長田幸雄さん。白黒写真が続く重松さん。お、そして大魔神、佐々木さんですね。はい、野球殿堂入りもされております。言うまでもなく、球団史最強のクローザー。あ、そっか、和弘さんって、ツなんですね。へぇ。はい、浜野大魔神、佐々木和弘さん。そして、DeNA ベイスター時代、真ん中には、中畑さんがね。あ、これ、打ってんのラミちゃんですね、これね。まあでも本当に DNA から変わりましたからね、横浜はね。まあ、中畑さんもラミレスさんも DNA を、この球団を築いていった監督ですもんね。二人がいたから今年の交流戦優勝があったと思います。最後は二浦さん。
三浦さんも結構特徴的なピッチャーでしたよね。タイトル取ってますね。まあ、タイトルは巨人時代に取ってるんですかね、ほとんどね。はい。はい、続いて。出ました。ローズ。カモン、ローズ、ビクトリー。まあ、この間、日本にも、ベイスターズ戦にも、ゲストで来られてて、球団史上最強の外国人選手、ロバート・ローズ。もちろん、こちら、4番に置かせていただきます。山下選手。あ、次が、これは、間違いなく、サインです。後ろに置いておきます。誰のものかなというところで、今永選手。交流戦ももう完璧でしたね。今永選手、そして中根さん。はい。さあ、あとは駒田さんを出してね、スカッと、ここに、98年オーダー並べましょう。米田さん。あ、福森さんも懐かしいですね。かっこよかったですね。光っていますね。反射が困るぞ。はい。お、石井拓郎さんの、青白、ブルー白サイン入りベスト9。いいですね。拓郎さん出てましたね。嬉しいですね。90シリアルです。これ、ここに置いとくと反射は大丈夫ですね。はい。近藤さん、遠藤和彦さんと。インサートカードに白サインが入ってるっていうのもね、結構かっこいいですよね。はい。プトレック。倉本さん、おー、そうかそうか。近藤監督ももちろん出てきますね。未だにね、近藤さんお元気でね、活躍されてますね。いろんな。解説とかね。こちらに置いておきましょうか。米田さん。はい、インサート。松原さん。松原さんの歴代ベスト9。インサートです。はい。はい、島田さん。松原さん。先ほど出ましたね。松原さんのレギュラーカード。この方も太陽を代表する好打者でしたね。松原さん。平松さん。いや、太陽続きますし、平松さんもね、もちろん、この時代を代表するピッチャー。巨人キラーでもありましたからね。カミソリシュートが代名詞。田村さんで。あ、高木豊さん。いいですね。また鍵持ってますね。はい。YouTuber としても活躍されております。スーパーカートリオ。はい。スーパーカートリオか。そういった選手がまた出てほしいですね。梶谷選手から盗塁王が出てないチームですから。はい。いきます。斎藤隆さん。畑山さん。控えとして、活躍されておりました。オールスターも出てますね。右の代打として起用され、結構ね、印象残ってます。稲川さん、あ、おばきゅうさん、田代富雄さんですね。田代さんももうね、コーチとしても長いですね。あの、大和選手とのいろいろ掛け合いが面白いので、ぜひともお調べください。はい。最後は桑原選手。どんどんいきます。あ、屋敷さん、スーパーカートリオ3人目。おー、出ました。もう、なんか、らしい写真ですね。いいですね。佐伯隆弘さんですね。はい。ま、あの、ちょっと中根さん隠しちゃいますけど、こんな感じで。佐伯さんのカード、宮崎選手。さあ、今年どこまでやってくれますかね。佐々木朗希選手からのね、あの、159キロですか?もう技術のホームラン。最高でしたね、あれもね。おー、クルーンですね。まあ、当時で言うと、このクルーンのスピードはやっぱり注目されてましたよね。今となってはちょっと、あの、もっとすごい化け物がたくさんいるんですけど。まあでも161キロか、さすがに、当時インパクトはありましたね。このドレッドヘア、まあ、容姿も含めてね。はい。最後は横山幸也さん。懐かしい。横浜で日ハム行って戻ってきてますね。そうですね。最優秀救援も取っております。横山さん。はい。はい、そして、TBS の参加に、この3番誰だっけかな ?JJ だっけかな、どうだったかな、ハーパーではないもんな、体格的にはな。この頃も苦しみました。はい。ただ苦しんでる中でね、この内川さんとかね、やっぱり楽しい選手は特にバッターではね、たくさん出ておりました。輝かしい成績、WBC でも活躍されましたもんね。内川さんも何かの形でベイスターズにも戻ってきてほしいですね。野村治さん。お、ラミちゃん。一応この時の現役監督という枠で、ラミレスのカード。まあ、ラミちゃんも YouTube だったりいろんなことやってますね、ほんとね。エンターテイナーであることは未だに変わりありません。はい。最後は梶谷選手ですね。まあ、最近、巨人の方で試合にも結構出てますね。
梶谷選手も出てきた時は本当にワクワクした選手でしたし、頼もしいバッターでしたね。はい、あと2パックです。駒田さんが出てないね。出したいね駒田さん。鈴木貴則さん、桑田さん、うん、掛畑さん、スカウトとかされてた方かな、掛畑さんって。あ、そうですね、スカウトとしてチームを支えている掛畑さん、うん、相川さん、相川良二さん、今はあれは作戦コーチなんですかね、確かバッテリーコーチから作戦コーチに移ったとかだと思うんですけど、ベンチでもよく姿を見ますね。三浦監督の横にいますね、よくね。おお、いい表情をしている元井さん、元井光雄さんでした。はい、あれ、なんかこうなってくると駒田さん欲しいなラスト1パックです。最後のパック、白い流れ星、駒田さん出ないかな、野村さん、うん、近藤さん、うん、あ、高橋正弘さんもちょっと懐かしいですね。あ、今永選手で、最後はインサート、田代富夫さん、小垣球さん。ということはあれ、揃わなかった、駒田さんが出なかったよ。じゃあ佐伯さん5番ファーストにしますか。時代が若干狂っちゃいますけど、まあこんな感じでじゃあ置いておきましょう。はい、20パック開封終わりました。サインカードですね、最後にこちら開けていこうと思います。このちょっと今上から見えてるんですけど、写真の感じからいきたいんですよね今回ね。写真の感じは完全に白黒ホエールズ時代濃厚ですかね。はい、顔も出てきました。この方、米田さん、米田圭三郎さんの直筆サインカードです。あらら、ファーストナンバーじゃないですか。嬉しいじゃないですか、ファーストナンバー嬉しいんですけど、ちょっとレ確かレギュラーカードも出てなかった気がするな。そうですね、さすがにちょっと喋れることがなさすぎるので、テロップとかで補足を入れながら勉強とさせていただきます。はい、失礼いたしました。ということで、横浜 DeNA ベイスターズ70周年ベースボールカード開封終わりました。7月下旬ですかね、今年の BBM のベイスターズチームリミも発売されますので、もちろん予約してますんで、チームの応援も欠かさず、そしてカードの方も、楽しんで、ベイスターズの時はね、今後も開けていけたらと思っております。では、今回の開封は以上です。ご視聴ありがとうございました。余計川でした。また今度。